江口忠氏は、日本の元陸上競技選手で、専門は短距離走熊本県菊池市出身。熊本県立か本高等学校。早稲田大学スポーツ科学部卒業。大阪ガス所属。か本高校時代の2006年10月第61回。国民体育大会少年男子100メートルで優勝。2007年に、早稲田大学入学。1年目から。 日本インから100メートルで優勝を果たすなど活躍を見せた。その後故障に見舞われた時期があり、オリンピックへ出場はしていない。2008年9月27日の総形大公共議会では、4200メートルリレーの一層を務めて1分22秒67の日本新記録を樹立した。大学3年に進級した後、2009年6月28日の 第93回日本選手権、男子100メートル決勝で10秒14のタイムで初優勝を飾った。この結果、世界選手権の代表に選出された。また、同日行われた同レースの準決勝で日本歴代4位となる10秒07をマークした。8月の世界選手権では100メートルで2次予選に進出し発着、400メートルリレーには塚原直樹、 高平真嗣藤光健二と出場し4位に入った。2010年3月同派で開催された世界室内選手権60メートルでは準決勝7着となった。6月6日の第94回日本選手権100メートル決勝では10秒26の記録で塚原を抑えて連覇を果たした。9月の第79回日本インカレ100メートルで優勝し、 吉岡隆則以来77年ぶり二人目となる同、種目大会4連覇を飾った。2011年、大阪ガスに入社。指導を仰ぐ朝原信春コーチによると、自己管理とプラス思考を長所とする選手であり、小田記念、静岡国際に出場する中で、足首の怪我を原因とする調整の遅れが伝えられて、いたが、6月の 第95回日本選手権100メートルでは監督を見せて大会3連覇を飾った。10月、山口国体でロンドンオリンピック参加標準記録 A を上回る10秒14の記録で優勝。2012年6月9日、日本選手権100メートルで4連覇を達成し、ロンドンオリンピック出場が決定した。初出場となった8月のオリンピックでは100メートルと、 400m リレーに出場。100m は予選2組6着で予選敗退に終わったが、400m リレーは2層を務め、予選を38秒07の日本歴代2位の記録で突破した。しかし、決勝では予選よりタイムを落として4位に終わった。9月の全日本実業団選手権では 100m を初制覇。10月の国民体育大会では、 青年100メートルで2連覇を達成した。2013年5連覇をかけた6月の日本選手権100メートルでは予選敗退に終わった。2連覇がかかっていた9月の全日本実業団選手権100メートルでは2位。3連覇がかかっていた10月の国民体育大会青年100メートルでは3位に終わった。2014年5月のワールドリレーズ日本代表に選出され、 男子チームの首相を務めた。4200メートルリレーに出場して2層を務めたが、3層の高平慎二とのバトンパスがうまくいかず、予選敗退に終わった。2018年7月引退。ありがとうございます。